11号ではプロペラ回転用のモーターをエンジンに取り付け、さらにシリンダーにプラグコードやロッドを取り付けます。今回付属するパーツです。最初にモーターユニットを組み立てます。パーツ04の突起のある方のカバーにモーターとプラグをはめます。この時コードについているハンダ付けされている面を上にしておき、コードはネジ止めの邪魔にならないように隙間に押し込んでおきます。用意ができたら突起と穴位置が合うようにしてパーツ05のカバーをかぶせ、ネジ2本で留めます。ここでカバーの合わせ目に隙間があるとエンジンブロックが入りにくくなるので注意してください。次に組み立てたモーターユニットに9号で付属したパーツ01をきっちり奥まで差し込みます。次にプラグコードを取り付けます。10号で付属したパーツ02の3箇所の穴に4号付属のパーツ07のプラグコードの突起をはめ込みます。この時はめる向きをよく確認してください。次にそこに組み立てたモーターユニットをしっかり奥まで差し込みます。パーツ02のロッドの切り欠き部分の大きさが微妙に違うので、ここも両方の向きに注意してください。そうしたら裏側からネジ2本で固定します。今度は9号で組み立てた前側のエンジンブロックを奥までしっかり差し込みます。ここも後方側のエンジンブロックと間違えないように、また差し込む向きに注意してください。中心のえぐれている部分の大きさが微妙に違います。硬くて入りづらいときはカバーの角を少しヤスリなどを使って面取りしておくと作業がしやすいです。次に後方側のエンジンブロックを差し込みます。ここも隙間がないようにしっかり差し込みます。プラグコードを差し込む位置をよく確認して、短いコードと長いコードを各シリンダーの穴に差し込んで固定します。長いコードはシリンダーについている U 字型のパイプの中と各ロッカーボックスをつないでいるロッドの中を通して裏側の穴に差し込みます。
プラグコードを付け終わったらパーツ07のロッドを差し込みます。ここでロッドの先端がロッカーボックスと位置が合うように調整してください。次に9号で付属したパーツ02のフレームを取り付けます。ロッカーボックスの4箇所の突起に接着剤をつけてフレームの穴位置を合わせてはめ込みます。これで11号の作業は終了です。アシェット。